今期の狩猟が解禁する。久方ぶりのカモ漁、まずは池の周りを歩きたい。そんな池を狙おう。秋の紅葉、スダジイ、シラカシ、どんぐりの実。最初取るのは食べて美味しいカモにしよう。マガモ、カルガモ、コガモだ。ここからではカメラに映らない。慎重に場所を移動して位置についた。カルガモだ。すでに警戒している。泳ぐのが早い。レンジファインダーで距離を測るがうまくいかない。おそらく目測で60メートルだろう。両刃でエアライフルを撃つのは9ヶ月ぶりだ。勘が鈍ってないといいが。風の影響なし。距離60メートルでヘッドを狙う。外した。5センチぐらいのズレだ。距離の目測を10メートルぐらい間違えたようだ。懲りずに次の池に向かう。次は距離を間違えないように岸辺のカモを狙おう。いや、正面来ました。いた。正面顔だけ。距離50メートル、岸辺のカモだ。今度は外さない。ボディの中心を狙う。命中。だがまだ息があるようだ。もう一発入れよう。3、2、命中。まだ息がある。もう一発だ。命中。うまそうじゃね。うまそうだね。あ、ん、ちょっと待って。おおお、どんぐり食ってるね。どんぐり生えてるこれ。まだまだまだ。ほら。おお、どんぐり食っちょるっちゅうことはうまそうじゃね。うまいよ。どんぐり食うとるやつが一番うまいもんね。ね。漁期始めに無事。美味しいお肉が手に入りました。そこで今日は目的も達成したので、漁期前から興味のあったロングレンジスナイプに挑戦することにしました。池の奥まで170メートルぐらいの池で150メートル射撃の挑戦です。まずは落ち着こう。繰り返しやってきたこの動き、銃を体の一部と感じるんだ。
漁期始めで150メートルならカモが逃げることはない。邪魔だ、草も抜いてしまう。距離の目測ももう一度計算して精度を高めよう。そしてできる限り痛くして群れを殺す。水面とレチクルの水平を合わせて息を止めて。入った。ボディ150メートル。逃げるが飛ばない。 6.35 が効いてる証拠だ。頭を下げた。終わりだ。漁期初日は美味しいカルガモロングレンジ150メートルスナイプ。漁期初のヘッドショットも思い出深い一日となりました。ハンティングを通して食べるとは命をいただくこと、自分の手で殺すことで人は命を奪い生きてると実感します。私の上げてる動画はそんなハンティングを撮影して編集を楽しんでアップロードしてるだけのものですが、多くの方のハンティングへの興味が深まれば嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。